3月12日とりあえず駅へ列車のチケットを買いに行きます。今日はウタルディットっていう町まで列車で行く予定だから、とりあえず何時に列車が来るか分かんないから、朝割と早起きして8時に起きて、今9時前ぐらい、今8時52分なんだけど、とりあえずチケットを確保して、それから朝ごはんとか食べたりゆっくりしようかなと。すごい湿度を感じる。これが駅。ウタラディット行きの列車のチケットを買ったけど、1時45分出発らしい。めちゃめちゃ時間がある。早めに来といてよかった。まあ、こんな感じで時刻表があるんだけどね、確かに1時43分に列車が来るって書いてある。あれに乗るらしい、111ってやつ。チケット買ってコンビニで朝飯を買ってホテルに戻ってきた。まあ、最近こんな感じでコーヒーをまあコンビニで買ったりプロテインを買ったりして、過ごしてます。お買う？ああここか。今ケンジっていう名前のたい焼き屋を見つけて、で実はケンジなんですよね。運命感じましたよこれ。異国の地で自分と同じ名前の店に巡り合うとね。ケンジ超面白いな。ケンジっていうねたい焼き屋でケンジ君と一緒に注文した。俺はレッドビーンズ、スイートポテト？スイートポテト。スイートポテトとレッドビーンズを2人で頼んで、1個45バーツ。今出来上がるところを待ってるところ。たい焼き、だいぶ日本のたい焼きとは違いますね。なんかパイ生地って感じ？パイ生地。うん。パイだ、パイ。うまいね。うん、あの日本のはふわふわしてると思うけど、こっちはサクサクしてる。アップルパイみたい。うん、これはこれでうまい。めっちゃガン飛ばしてるんだ。あっスタイルいいな。スマイルいいよ。給湯シーンぐらいあるんじゃない？ねえ、通りすがりでびっくりしました。こいつめっちゃ見とると思って。でも洋服ちょっと汚れちゃってかわいそうに。だいぶ汚れてるね。あらららあらら、あ足長えな。すごい数の椅子が並べられてる。なんだろうねこれは。列車が1時40何分発だから今12時21分。とりあえずここでコーヒーを飲みながら休憩します。あそこ行くか。俺さっきホットコーヒーって頼んだのにアイスコーヒーが来た。今日朝もねセブンでコーヒー頼んだんですけど、セブンでもホットコーヒーで頼んだらアイスが来たんですよ。この国ではホットコーヒー飲めないのかもしれない。もうすぐ列車へ乗ります。ピッサヌロークステーション、あと10分ぐらいで列車が来るはず。列車待ち。このプラットフォーム1にこっち側に列車来るみたいなんで。ピッサヌロークステーション6時に到着したら4お客さんにピッサヌロークもうちょいで来ますね列車。あ、これが発車するのかも。あ、これが発車するんだ。いってらっしゃい、バイバイ。おお、すげえ。あ、そっか、電車
じゃないのかこれ。ディーゼル。そうだね。すげえ煙上げてんな。排気汚染しますわ。そうね。確かに。どこで燃やしてんだ。やっと来たよ列車。だいぶ遅れたね。やっと来てくれた。30分ぐらい遅れたね。でも怒ってねえよ。マイペンライン。これは1号車だ。これ3号車じゃん。多分これ3号車だから。これでいいのね。これはいいや。多分向こうだ。やっと列車が来ました。これに乗ります。ウタラリットっていう駅に到着しました。
速速かったな。ウタラディット。ウタラディット、ドリアンが有名な街らしいんだよ。とりあえずまずはホテルに。ここは駅前の通りなんだけど活気がないね。なんかシャッターが、大体の店っていうか建物がシャッター閉まってて、日曜日だからなのかな、関係あんのかな。とりあえずホテルまで歩く。すごい錆びれてる。人があんまりなんかいないというか、活気がないというか。もうちょいでねホテルなんですけど、だいぶ錆びれてる。で今マップで調べたんだけど、セブンイレブンもねだいたいあるんですけど、どこもなんか900メートルとか離れて、すぐ近くにはない。ここら辺にはない。飲食店もなんかだいたい閉まってる。ここも多分飲食店だと思うんだよ。閉まってる。なんでだろう。あ、こちら。ありがとうございます。今まで泊まってきたホテルとはだいぶ雰囲気が違うホテルだね。これか。今日はね高い方の部屋に泊まります。550バーツ。まあ、高いっつっても安いけどね。この別棟で、今ここのホテルのスタッフさんに、なぜ今日は店が閉まってるんですかって聞いたら、日曜だからって言ってましたね。単純にみんな休んでるらしい。501。よつけてみましょうか。うん。あ、違う。あ、これ刺すのか。これ刺すやつだ。おっと。おお。いい匂いする。部屋が。今日はこの部屋に泊まります。すごい綺麗。トイレ&シャワー。日当たりもいいね。こう洗濯干すスペースもあって、ものすごいいいですね。日当たりがいい、最高。休みます、ここで。今から夕飯の買い出しにセブンイレブンへ。最寄りのセブンが750メートル先。かなり人気がない道。犬が。なんであそこで止まるんだよ。怖いんだけど俺犬。ダメだよ。あいつは大人しそうだ。なんだよ今度はお前も。ここら辺でも結構怖いよ。人ないよ。いや。さっき行こうとしてたコンビニは犬に阻まれて断念して、別のセブンイレブンに今向かってるんですけど、いや結構怖いっすね。道端の食堂でよくわからないもつ煮、なんかもつ煮のなんかを注文した。よくわからない食べ物を注文した。今ね時間がね11時前ぐらいなんですけど、雷が鳴ってる。初めてタイに来て初めて雨が降ってきた。結構降ってるな。急に降ってきた。ちょっとなんか怖えな。まあね、一緒に旅をしてるケンジ君はね、なんか雨が降ったら空気がこう綺麗になるから降ってくれってさ、なんかずっと言ってて、ようやく雨が降ってきたっていう。
まあこれからねちょっともう寝るんですけど、明日は多分列車でチェンマイっていう駅まで多分行くと思うんですよね。こっからチェンマイまで何キロなんだろうな、200キロ以上あると思うんだよな。ちょっとまだわかんないけど、多分明日はねこっからチェンマイまで列車で行きます。今泊まってるホテルはね、朝食付きなんですよね。朝食付きだから朝6時過ぎぐらいから夜じゃない10時過ぎぐらいまで、なんかコーヒーとなんかライスとなんかスープとかそういうのが食べれるらしくて、まあ、それがちょっと楽しみ。今日はねさっき出かけたんですけど、夜犬がね、犬の群れがいてセブンイレブンに行けなかったんですよ。なので、まあ、今日は、ね、夜全然食べてない。だちょっとお腹空いてるんですけど、まあ、そんな感じで。おお。おお、なるな。まあそんな感じで、おやすみなさい。めちゃめちゃ雨の匂いがするわ。すごいな、土砂降りだな。明日の朝蒸し暑そう、これ。寝よう、おやすみとか言ったけどね。これはちょっと撮影したいな。すごい。久々の雨。ちょっと涼しいもん、今。まあ、そういうわけで。雷も鳴ってるな。雷も鳴ってるね。うわー、なんか夏を思い出すな。なんかすごい懐かしい香りがするよ。なんかね、懐かしいね。なんか学生時代を思い出すね。学生時代の夏を思い出す。なんかその学生時代の夏にの戻りたいとかそういうことじゃないんだけど、なんかね、学生時代の夏をね、思い出すね。あ、僕、プールの監視員をずっとやってたんですよ。高校3年間と、あと専門学校の間。まあ、プールの監視員をね、やってて、夏の間は。だから、こういう感じの雨がね、降って、雷が鳴ったりとかしてて。で、こう、控え室というか、監視員の待ち合い所で、雨が止むのをね、こうやって待ったりしてて、その時をね、思い出すんですよね。まあ、戻りたいとかじゃないですよ。ただ思い出すだけ。まあそんな感じで、おやすみなさい。